こんにちは、緑川です。今日はもうね、待ちに待ったこの日がやってきたっていう感じなんですね。もうキャロンケーク、もう私の中ではこう憧れのケーキだったんですけどね、あのアメリカではねポピュラーなケーキです。あのラスベガスで買ってきてくれたケーキのまとめ動画はこちらにありますので、よかったらご覧ください。はい、あの始めようとしたらね、社長さんが来たんですよね。挨拶したい？挨拶する？こんにちは。こんにちはした。うん、したね。はい。はいはい。はい。最近あの、ほんと寒くなったのでね、よじ登ってくるようになって、ベロベロになっちゃった。それでは、今日はですね、とってもクラシカルなグラニースクエアの三角ショールを、キャロンケーク一玉でやってみようと思います。こちらの糸ね 200g で、350m なんですね。これでどれぐらいの大きさのね三角ショールができるのかをやってみようと思います。かぎ針は指定の8号 5mm をね使っていきます。楽しみです、とってもあ、でね、今日は、鎖編みの作り方でやってみようと思います。鎖編みをやっていきますので、まずは構えますね。はい、鎖編みを4つやります。綺麗なオレンジからですね。はい、この外すのが簡単ですよね、こちらの方だと。はい、そしてこれを入れておいて、そして1目目を取って引き抜いて輪っかを作ります。はい、でこのマーカーが入ってるところが輪の中心って分かりやすいですよね。はい、で、ここから普通ですと鎖編み3目で始まるんですね、グラニースクエア。で私はあの鎖編みがあるのがあまり好きではないので、あの長編みの立ち上がりをしますね。長編みの高さよりほんのちょっとだけ長めに糸を出しておいて、はい、2センチぐらいですね。はい、そして人差し指でしっかり押さえます。この押さえるのがポイントなんですね。そしてこの糸の周りをくるりと回します。押さえたまま手前に持ってきてくるりと回転させて、このように2本になります。2本になったら2本とも押さえます。これ押さえてないと失敗しちゃうんですね。押さえたままにします。あとは長編みをするだけになりますので、輪の中に入れて上糸を引っ掛けて出してきます。糸がね3本になっています。長編みの要領で同じようにやっていきます。かぎ針の背中を上糸に当てて引っ掛けて、かぎ針を引いて、この最初のループをくぐった後は真ん中の糸の下からこのように出てきますね。はい、こうなります。そして上糸をかけて全部抜くと長編みが1目できていますね。はい、そしてかぎ針のにかかっている下のこのちょっとぶわっとした糸のところが頭になりますから、ここを必ずマーカーをしておきますね。鎖編み3目の方も一番上の頭にねマーカーをつけておきましょう。これで立ち上がりの長編みができました。はい、分かりにくかった方は動画の速度をねあのゆっくりにしてご覧になってみてください。はい、では鎖1をやって、次に長編みを3目編みます。1つ2つ3つ、はい、はい、そして鎖編みを2つやって、また同じここに長編みを3つ
そして鎖編みを1つ、最後に長編みを1つ。はい、これで1段目ができました。マーカーはもういりませんので外しておきます。はい、おさらいします。はい、おさらいします。輪の作り目は鎖編み4目で輪にして、立ち上がり鎖3目か長編み1目で立ち上がって、鎖編み1、長編みを1、2、3、鎖を2、長編みを3、鎖を1、長編みを1。これで1段目が終わりました。それではね、2段目に行きます。2段目は裏返してやっていきます。はい、私の場合だとこうですね。はい、裏返しにして次の段を編んでいきます。立ち上がりは鎖編み3目か長編みの立ち上がり、お好きな方でやっていってください。私は長編みの立ち上がりをします。この長編みの長さよりちょっと長くして、はい、始めます。押さえてぐるりと回して押さえて、そして1目目のこのここですね、この頭にかぎ針を入れますね。頭の方に入れます。こんな感じですね。はい、そして上糸を取ってきて伸ばして、こんな風になりますね。上糸を取って、これを抜いて こちら側に抜いて持ってきますね。そして引っ掛けて抜く。はい、これでこの段の1目目の立ち上がりの長編みができたところです。必ずマーカーをつけておきます。そしてここと同じことをやります。次は鎖1です。はい、そして今度ここですね、ここに長編みを3目編みます、ね。はい、足をしっかり伸ばして、足の長さね、短かったり長かったりすると綺麗にならないので、こう長編みの足の長さがいつも同じになるように、同じ手の力で編むと綺麗に、ね、なるかなと思います。はい、次は鎖1を編みます。そして次はここの頂点ですね。はい、長編みを3目編みます。常に3目と間に鎖ですが、頂点だけは鎖が2ですね。はい、ここは鎖1です。ここは頂点の角なので鎖を2編んで、そして同じここの角にさらに長編みを3目編みますね。これがオーソドックスな、グラニーの三角ストールのやり方ですね。はい、はい、ここにね角がピンとなります。3目編みましたら鎖1をやって、そして次はここのスペースです。はい、このスペースに長編みをまた3目編みますね。はい、そして鎖1をやって、そしてマーカーをつけていたこの1目目、はい、ここに最後に長編みを入れますね。マーカーをしていたところに長編み、小さいけども綺麗な三角形になっていますね。おさらいします。長編み1か鎖3目で立ち上がって鎖1、はい、そしてここの空いているスペースに長編みを3、鎖1、角の空いているスペースに長編み3、鎖を2、長編み3、鎖を1、ここの空いているスペースに長編みを3、鎖を1、最後の長編みの頭の目に長編みを1と編みました。これでね、2段目が終わりました。では3段目に行きます。はい、構えたら編み地を裏にひっくり返して裏向きでまた編んでいきます。先ほどと同じ要領です。ではね、やっていきます。
立ち上がりの目を編みます。立ち上がりの目には必ずマーカーをしておきます、はい、そして鎖1を編んでこのスペースに長編みを3目編みます。ここをね忘れやすいですね、はい、なんかね飛ばしやすいですから、はい、気をつけて編んでいきましょう。そして長編みの大きさ足の長さがいつもね一緒になるように編んでいきましょう。鎖1をやってから隣に行きます。今度ここですね、長編みをまた3目編みます。はい、鎖1をやります。次はこの頂点の角です。まず長編みを3目、角だから鎖編みを2つやって同じところに長編みを3、はい、鎖を1、はい、そして次の穴に長編みを3、鎖1、はい、そしてここね忘れやすいです。ここのスペースが小さいから。でもここって毎回鎖編み1を編むからここ毎回必ず編むんですね。ここ忘れやすいのでね気をつけてやっていきましょう。じゃあここに鎖1を編んだからここの最後の鎖のスペースに長編みを3目編みますね。ここを忘れるとね三角形にならないんですよね。はい、すぼまったね形になってちょっとひし形っぽくなっちゃうので、はい、ここを忘れないように気をつけましょう。そしてここが終わったらここも鎖1を忘れずに編みましょう、はい、そして最後マーカーをしていたところに長編みをして終わりです。長編みを1つ、最後は1つして終わりですね、はい、このようになりました。今ね 1,2,3 段目が終わりましたね。おさらいします。最初立ち上がり長編み1鎖1、長編み3鎖1、長編み3鎖1、長編み3鎖2、長編み3鎖1、長編み3鎖1、長編み3鎖1、長編み、ね、これでこうまっすぐにね綺麗な三角形になっていると思います。力の強弱とか目を飛ばしたりしているとここの三角形がねこんな風になっちゃうので、はい、なんかおかしいなと思ったらね間違ってる場所があるかもしれないのでね確認してみましょう。これで3段目が終わりました。それでは4段目に行きます。構えたら編み地をひっくり返して、はい、また立ち上がりをやっていきます。ちょっと伸ばして押さえて回して押さえて1目目の頭に入れます。上糸を取って出して3本になります。上糸を取って引き抜いて引き抜いて2本になります。引き抜いて終わり、ね、立ち上がりができました。なぜね私が長編みの立ち上がりにこだわるかというと鎖編み3目にするとひっくり返すごとに1目おきにここに鎖3目があるのが、はい、私は気になるんですね。あと長編みで往復編みするときにやはり1段おきに鎖編みがあって次の長編みと間が空いてそこに穴が開くのがね昔から気になっていて、それで長編みの立ち上がりをやるようになりました、はい、いろいろね使い勝手がいいですね。では鎖1をやって最初のこのスペースに長編みを3目編みます。ここもね忘れやすいですね。狭くなってて
他の穴はね大きいから忘れないんだけど、最初と最後のここですね、最初の穴と最後の穴、同じ鎖位置だけどここが狭いのでね忘れやすいんですね。ここ忘れないようにね気をつけていきましょう。あとは常に長編み3、鎖1、次の穴に長編み3、鎖1、はい、またこの次の穴にね長編み3、鎖1、はい、そしてここにも長編み3、鎖2、はい、この鎖2はねきつくしない方がいいですね。この編んでいる頭と同じ大きさの鎖編み2を編むようにしましょう。さらに長編みを3、はい、鎖1やって、はい、そして次ここですね、はい、長編みを3、鎖1、はい、ここですね、1、2、3編んで鎖1、ね、鎖1まではセットですね。そしてここですね、忘れやすいけどここも必ず長編みを3目入れましょう。そして鎖1をやって、そして最後に長編みを1、ね、ここはもういつも必ず同じように終わりますし、一番最初の始め方もいつも同じです。ここの長編みもね短いと三角形が歪みますので、いつもねここがまっすぐかなって確認するといいですね。はい、今ね4段目が終わりました。このようにね、綺麗な三角形になっています。はい、それでは5段目に行きます。はい、かぎ針を戻して構えます。パタンとひっくり返して、はい、またね、立ち上がりです。押さえて、押さえて、ここもね、押さえます。これ押さえないとどうなるかっていうと、あらって元の木編みって感じになっちゃうんですね。ではね、立ち上がりやります。これを手前に持ってきてかぎ針に2本になるようにして押さえます。全部押さえてますね、はい、押さえてないとうまくいかないですね。そして頭を取って上糸を引っ掛けて出してきて伸ばします、はい、そして上糸をかけてまずね最初のループをくぐるんですね。最初のループで次はこの下、真下、ここから出てきます、はい、そしてこうですね、はい、はい、鎖を1やってここのスペースに長編みを3目、力加減に気をつけていきましょう。長編みの足が同じ長さに、ね、なるようにこう引き出す加減を、はい、毎回同じにしていきましょう。私はふんわりふんわり編んでいます、はい、固め緩めかってどっちかというと私は超緩めの方ですね、はい、ふんわりしている編み地が好きなんですね、はい、鎖1必ずやって次の穴、次の穴と穴に編んでいきますね、
はい、鎖1、はい、そして頂点に来ていますね。半分終わったところです。頂点ですね。頂点はこんな風にこう綺麗にね、まっすぐ並んでいきます。はい、じゃあここにたくさん編みますね。長編みをまず3つ、はい、鎖はいつも真ん中は2ですね。この2がちっちゃくならないように気をつけます。ふんわりここと同じ大きさ、そしてさらに同じ穴に角の頂点に長編みを3編みますね。はい、こうやってピシッとね、鎖2目でピシッと三角形が角が出ます。はい、鎖1をやって、はい、社長さんが膝から飛び降りました。はい、あったかかったのにいなくなったら寒いですね。長編みをね、3目やります。はい、鎖1、はい、次の穴、次の穴と編んでいきますね。長編みを3目、鎖1、次の穴、鎖1、はい、そしてここがね、詰まっていて忘れやすいですね。ここを忘れないようにやっていきましょう。長編みを3目、はい、そして必ず鎖1をやってから終わりますね。はい、最後はマーカーをしていた頭のところに、はい、頭のところに長編み、ここはね短くならないように気をつけて編んでいきます。はい、こんな風にね綺麗になっています。5段目が終わりました。はい、でまたひっくり返しますね。はい、では6段目に行きます。かぎ針を刺して構えたらひっくり返してこのようにね、はい、はい、やっていきます。押さえて手前からくるりと回して押さえて、頭からかぎ針を向こうへ出して上糸をかけて手前に持ってきてしっかり伸ばします。3本になっていますね。上糸をかけて最初のループは普通にくぐって、次は下を通って出てきて伸ばします。上糸をかけて全部、これで長編みの立ち上がりができました。ちょっと社長さんすいません。ではね、続きです。立ち上がりの後は鎖を1でしたね。はい、そしてここのスペースに長編みをまた3、はい、ここで黄色になりましたね。綺麗ですね。もうね、本当に楽しみにしていたんですね、こちらの毛糸編むのね、ワクワクしています。空いているスペースにいつも長編みを3目編んで鎖1ですね。はい、はい、社長さんの足音ですね。はい、長編みを3目編みます。色が変わると可愛いですね、すごくね。はい、はい、では鎖1をやって、また次のここ、鎖1、次のここ、
角ですね。たくさん編むところです。長編みを3、鎖を2、ここは2ですね。はい、同じところに長編みを3、ここはね、こう縦に見るといいですよね。縦に、はい、あの同じようにこう並んでますよね。はい、これうっかり片方間違っちゃうと三角形の形が歪んでいると思うので、何か歪んでるかなと思った時はね、あのこういうふうにこう規則性があるところがちゃんとあるかなってね、見るといいですね。はい、ではやっていきます。鎖1をやってここに、はい、ずっとね同じです。これ本当覚えたらね、テレビ見ながらでも本当にできる編み方なんですよね。はい、そしてこれを覚えると今度次はね、あの同じこういうやり方だけど、あのアレンジをすることができるようになりますね。はい、鎖1、はい、そうアレンジしたのがこちらですね。はい、はい、ね、同じ編み方が入ってますけど、これは5種類の長編みをやってますね。リンク貼っておきますのでね。はい、5種類って言っても別に難しくはなくて、5種類の長編みがあのできて、こう変化があって楽しいっていう感じですね。もうお気に入りで、はい、一番ヘビロテですね。色合いも気に入ってて、はい、では次ですね。またここの最後のここね、忘れないようにやっていきましょう。鎖1をやっていることを確認して、長編みを3つ、はい、鎖を1、この鎖もね小さくならないように気をつけましょう。大きさはこの長編みのできてる頭と同じ大きさの鎖編みができてることが理想です。マーカーを外して最後ここに長編みをして終わります。もね、十分長さを出しておきます。長さを出した方が綺麗な三角形になりますね。はい、ちょっと社長さんの毛がいつの間にか、はい、こんな感じで、はい、ね、6段目が終わりました。黄色が入るともうなんかもう楽しいですね。すごい、はい、6段目までやりました。はい、ではね、もう1段やってみますね。はい、もう1段ゆっくりやってみます。ひっくり返します。はい、立ち上がりをやっていきます。押さえておいて、はい、刺すのはこの1目目のここですね。頭、長編みの頭、最後、さっき最後に編んだ長編みの頭に刺していきます。はい、構えてここを押さえておきますね。そしてここを押さえておきます。はい、長編みの長さよりほんのちょっとだけ長いぐらいです。押さえておいて手前にやってくるりと回して、かぎ針にこのように2本にしますね。これ指で押さえてないと外れてしまって長編みができないので、必ず2本とも押さえておきます。人差し指でね。そして頭にかぎ針を刺して上糸を取って出してきて伸ばします。長編みの足ですからしっかりちゃんと伸ばしますね。はい、そして上糸をかけて一番左はこの輪をくぐりますね。そして2番目は下をくぐります。下、このここはね2本あるけど輪をくぐるんじゃなくて、ここは輪をくぐったけど、これは下から出てくるだけです。はい、そして抜いて終わり。
かね、長編みの立ち上がり、いろんなやり方があるんですけど、私はいろいろやってきて、これに落ち着いています。最近ね、これが自分の中では一番しっくりきています。はい、スマートですしね。はい、いろんなやり方がありますね。はい、自由にねやっていいと思いますので、はい、これじゃなくてはいけないってことはありませんのでね。はい、鎖1をやって上糸をかけて、ここに長編み3でしたね。はい、はい、で鎖1、今度ね間にやっていきますね。同じですので少しだけスピードアップしてみます。目でおさらいしてみてくださいね。はい、鎖1、頂点なので鎖が2ですね。はい、そして同じ穴に長編みを3でしたね。はい、そしてまた穴に対して長編み3でしたね。はい、鎖1、次の穴に鎖1、まあね、社長さんが私の足元をねうろうろしてるんですよね。はい、ここまで来たら、ここをね忘れないように長編みを3目編みますね。はい、鎖1をやって、はい、はい、社長さん今頭をテーブルにぶつけました。何してんの、頭ごっちんしたね。頭ごっちんしたけど平気なようです。はい、はい、お利口にしてください。はい、まあね、挨拶代わりにペロってされちゃうので、今長編みが終わって鎖1ですね。はい、そして最後ここに長編みをして終わります。この長編みが短くならないように、ピシッと三角形が綺麗になるように長さを気をつけて編みましょう。はい、見てみましょう。はい、このようにね、今日はねすごくゆっくりめに、はい、編んでみました。初めてグラニースクエアを編んでみる人も今日ねこれを見て理屈とかがねお分かりいただけたんじゃないかなと思います。さらにゆっくり見たい方は、動画の説明欄にねゆっくりの仕方、速度の変え方書いてます。早くも遅くも両方できますので、はい、忙しい時は早めに見たり、編みながら動画を見ながら編みたいときはゆっくりモードにしたり、あとは目次がありますので、目次の時刻をタップすると動画がその場所に飛びますから、それを使ったりしてご自分が、作業がねしやすいように工夫をなさって編んでみてください。はい、で今ね 1,2,3,4,5,7 段終わりました。そして、こちらの
系とまだまだ次グリーンブルーっていう感じで色が変わっていきますので、はい、それではね、また後ほど動画に戻ってきます。はい、もうね、楽しくて楽しくてね、どん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 編んでね、あっという間に本当に来ましたでね、毛糸が結構残り少なくなったので縁編みをしようと思います。で、今ねちょっと試し編みをしたところで、こんな風にねこう丸く編んだらいいかなと思ってね編んでみたところなんですけれども、ね、ここは 1,2,3,4,5,6 斜めですね、斜め、はい、じゃあちょっとね最初からやってみようと思います。もうね残り少ないのでね、ちょっともう無理かなと思いますので、はい、はい、でここにねまた立ち上がりで長編みをいたします。きました。そして次ね、ここの隙間に3目ね編みますね、3目、はい、そうしましたら今度は次のスペースに細編みをします。はい、そして次のスペースに、ここですね、はい、スペースに編んでいきます。でここに長編みを7本編みますね、7個、1,2,3,4,5,6,7、はい、そうしましたらまた次のここですね、そしてアレンジ方法としては、斜め編んだ真ん中を長編みじゃなくて鎖編みっていう方法もねいいかなと思います。はい、私もこれ編んでみてね、毛糸が足りなかったらそんな風にね変更しなくちゃいけないかもしれないですね。はい、ではね一応これでやっていこうと思います。また次のスペースに長編みを7個、1,2,3,4,4,5,6,7、7編んだら次のスペースに細編み、はい、という感じです。このね赤がねすごく可愛いんですよね。深みがあって大人っぽい赤 でこれ最後にね持ってきたかったのでね、ちょうどよくてよかったなと思います。ではね一応これでやってこようと思います。はい、はい、今ですね頂点の手前のところまで編んできました。こんな感じですね、綺麗にねなっています。ちょっと赤の幅が出て嬉しい感じですね、私的には。そしてここの頂点のところ、まあいろんなやり方があると思うんですけど、今日はこんな風にしてみようと思います。今長編みを7目編んで、次ここにねかぎ針を入れるところなんですが、ここを入れないで長編みが終わったらそのまますぐ上糸をかけて細編みを編まずにここに長編みを入れていきます。細編みを飛ばしました。1,2,3,4,5,6,6ですね、はい、7ですね。もうちょっと編んでみますね、様子見てみます。8,9、あ、そうですね、9、はい、7でも良かったんですけど9の方が、はい、より丸くなっていいですね。はい、でおさらいします。
細編み長編み7編んだ後はすぐここにかぎ針を入れて長編みを9目編みましたね。はい、そして次はまた長編みの構えをして、はい、ここですね、細編みを編まずにここに長編みを7目編みますね。社長さん抜けが1、2、3、4、5、6、7、こんな感じになりました。あ、いいですね。はい、で7編んだら次はここに細編みをしますね。前と同じように細編みをします。そしてまた次のスペースに長編みを7目編んでいきます。はい、5、6、7編んで細編みですね。はい、で先ほどね、あの半分の時点で毛糸のグラム測っていて、あのちょうどね足りそうな感じなので安心してね編めます。で頂点のところね、このようになりました。ここはずっと細編みをやってきたけど、ここは細編みをしないで長編みから長編み9目やって、ここも細編みをしないでこっちのスペースに長編みを編んでというふうにね、ここだけが細編みを2箇所省いた感じになっています。これで綺麗にね三角形に、はい、なったかなと思います。ね、参考になさってください。ではね、この後同じですから長編み7細編み1をやっていきますね。はい、無事に完成いたしました。もうねあっという間でしたね。あのそんなにね大きくはならなかったですね。はい、あのこれから採寸していこうと思うんですけど、全体的な仕上がりはこんな感じですね。はい、であの今回ね全部今回も全部長編みで立ち上がりをしたので、ここがね鎖編みがなくてすごい綺麗に、ね、できましたね。はい、 これはね元々の毛糸のつなぎ目がいたんですね。ちょっとしまっておこうと思います。はい、こんな感じで、はい、綺麗にね三角形になりました。角の方もね、はい、こんな感じです。もうね、この色がね楽しいのって本当私ね向いてるみたいですね。あの飽きずにねどんどん編むことができるっていうのがね、はい、私の性格に合ってみたいです。本当秋っぽいので、あのこうやって見た目が変わるだけで楽しく楽しくね、もう波太ですのでねふわふわしててとっても編みやすくて、あの本当にあっという間でした。でちょっとねサイズを測っていこうと思います。まずね、この首元から頂点、三角形の頂点までの高さですね。はい、高さを測っていきます。だいたい58センチですね。58から59だと思います。はい、で三角形ですのでね同じだから58か59っていうことは、58としても118120にちょっと足りないという感じですね。はい、一番長い辺が120弱ということになります。そしてこちらのね斜めのところは何センチになっているかをちょっとね測ってみます。斜めライン、斜めのところは77センチになっています。はい、かわいいですね。ほんとか楽しい感じ。これね、あのもっと寒くなってジャケットを着てお散歩に行くようになった時、うん、ほんと冬、あのこれ首元にクシュクシュって巻いていこうかなと思います。あのちょっとね試着してみます楽しみにしていたこの瞬間、お、ふわふわですね。ふわふわ、ほんとね短いですよね。あ、短いけどやっぱグラニースクエアは長編みで糸重ねるから
すごいあったかいですね。一回だけ結んで、なんか首のところにちっちゃいって感じですね。はい。あったかいですね。こんな感じでした。こうやってつけて結んで、はい。こういう感じでしたね。はい。首につけたとき、はい。こんな感じです。いいですね。はい。そう。お散歩の時にね、うちのところね、幹線道路に面していて、救急車、パトカー、白バイ、すごく多いんですね。で、交通量も激しくて、交通事故も多いんですよ。車の事故がね、とっても多いところでね、常に白バイさんがいるんですよね。だから、実際に私もここに引っ越してきて1年なんですけど、大きなね、ニュースになったような事故がね、3回ぐらいあるんですよね。はい。なんか編んでるとね、ものすごいヘリコプター来たりとか、ものすごいパトカーの音したりとかね、そういう感じなので、歩道はねちゃんとして、ガードレールとか歩道もあるんですけれども、全部ねその歩道に乗り上げる事故とか、お店に突っ込む事故とかね、車が、なのでこう目立つね色をつけていないとね、運転手さんに見えないかなとか思ってね、散歩する時もね結構ね気を使って散歩してるんですね。急に左折する車とかね、右折する車とかあるので、すごいね散歩の時もね気を抜けない感じなんですね。前に住んでたところも幹線道路だったんですけど、ちょっとまたそこは違くて、危険はね一切なかったんですよね。静かでしたし、救急車とかもめったに通らないところだったんですけど、閑静なねところだったんですけど、今のところはねとにかくメイン道路なので交通量が多いんですよね。だから社長さんね、呼び戻しが効かない人なので、すごいね散歩に気を使うんですよね。だから私自身もね、なんかダークな格好してると目立たないので、これをねちょっと襟元にあるとこ色もね目立って事故防止にもねつながってほしいなって、編みながらねそんな風に使おうかなって考えていましたね。よかった。もうこの毛とね、もう一個欲しいですねもう一個いつか手に入ったら編み足してね大きくしてもいいかなと思いますね。こんな感じで、畳むと本当にねこれぐらいコンパクトになりました。でも逆にね外出用だとねこれぐらいがちょうどいいですよね。使わない、室内に入った時に使わない時にこれぐらいになった方がパッとねトートバッグとかに入れられるから、外出用にはねちょうどいいサイズだなと思いますね。はい。大きいのはお部屋用ですよね。つけない時間も考えると外出用は小ぶりな方がいいかなと思いますので、はい、このサイズもおすすめです。動画の説明欄に材料や完成品のサイズは書いておきますので、後ほど説明欄をご一読ください。よろしくお願いいたします。それではこれで、今日もおしまいにしようと思います。最後までご視聴くださいまして本当にありがとうございます。それから先だってコミュニティの方でねアンケートをいたしました。皆さんが作りたいものということをお尋ねいたしました。多数ご回答くださり本当にありがとうございます。今後の作品作りに参考にさせていただきます。そして、リカチャンネル編み物部では部員さんを大募集しています。登録して部員さんになって皆さんと一緒に楽しくね編み物をいたしましょう。皆様のご登録心からお待ちしております。それではまた次の動画でお目にかかります。緑川でした。はい。羽織った感じはねこんな感じです。すっごい可愛いです。もうね本当ねニコニコしちゃいますね、こういう楽しい色見るとね。ラスベガスからのぶちゃんが買ってきてくれた糸で編みましたね。大切に使っていこうと思います。はい、今でね広げたととやってきた社長さんです。はい、はい、社長さん、今日もねこれは母ちゃんのですからあげないですよ今日のはね。はい、全体像はこんな感じです。
色がねすごい楽しくてあっという間に編んでしまいました。こんな感じですね。本当にこういう色を見るとね、あたたたたた、ちょっとちょっと、はいはい、気持ちがねウキウキします、はい。久しぶりに巻物を試着してくれた社長さんです。社長さん、今日のも母ちゃん笑っちゃうぐらい似合ってますね。めちゃめちゃお似合いですね。あ、似合ってるよ。うん、すごい似合ってる。すごい似合うね。うん、かわいいね。めちゃめちゃ似合ってる社長さんでした。